どうも皆さん、こんにちは。バーミリオンです。ということで、今回はね、ちょっと、モヌークについて、話したいことがあるんで、動画にしたいと思います。で、あとですね、まあ、知ってる方は知ってると思うんですが、モヌークが上げた、動画ですね。はい。まあ、僕のことが嫌いだっていう動画を、上げられていて、それでですね、まあ、プロレス動画っていうよりかは、僕この動画は撮らないつもりだったんですけど、まあ、今までプロレスをやってきた意味は、まあ、プロレスって、まあ、お互いがね、理解し合って、なんかね、分かり合って、喧嘩し合うみたいな、まあ、それがプロレスだと思っていたんで、まあ、今回、おぬくん、まあ、普通に僕のことが嫌いだということで、まあ、別にね、まあ、本当にね、嫌いらしいんで、結構ガチめに言ってたんでね、まあ、本当に嫌いだったら、まあ、わざわざ僕がね、動画にすることはないかなと思っていたんですが、まあ、こんな感じで、まあ、コメント、おぬさんのね、リスナーさんから、こう、いろいろコメントが来まして、まあ、それでですね、まあ、これは一応、まあ、謝罪という形で、動画を撮らなきゃいけないなと、まあ、僕はね、プロレスするつもりではなくて、こうやってね、不快にしてしまった、おぬさんとそのリスナーの方に、謝りたいと思って、動画を撮らせていただきます。そして、そうですね、まあ、ことほと、あれですね、すいません、言葉が詰まって、ことの発端となった原因は、これですね、僕の動画についてはこのコメント。はい。まあ、これ、某 JD、まあ、ジャンヌさんが、おぬーくんとコラボしちゃったあたり、そういうことです。まあ、僕はね、一応これに、それは別にいいんじゃないって返しているんですけども、まあ、おぬーさんはこれを見て、随分不愉快になられたそうで、まあ、それでね、僕のことが嫌いだと言っていた動画内で、まあ、このリスナーの方を、ちょっとね、嫌いだと言っておりました。そしてね、まあ、一応、この方はね、まあ、こんな感じで、まあ、13件も僕にコメントしてくれているリスナーでですね、まあ、そうですね。まあ、これは確かに、この人が悪いと思うけど、でも、そんな、車に轢かれて死ねばいいって言ってたんですよ。結構ガチめだと思うんで。まあ、それは、まあ、僕に対して何か言うのは別にいいと思うんですが、まあ、僕のリスナーに対してそういう、ね、で車に轢かれて死ねなんていうことは、ちょっと、まあ、この人も不愉快だと思うし、僕も不愉快だったんで聞いてて、はい。なので、そうですね、はい。まあでも、そうですね、まあそこはちょっと適切な表現ではないのかなと、おぬさんのね、方にも僕は思いました。はい。で、まあね、でもまあ一応、この方、まあ、そうですね、本当に、ブロックさせていただきます。はい。これが適切な、まあ、方法だと、まあ、僕がね、まあ、わざわざ、この返信で、まあ、別にいいんじゃないって返信するだけではなく、そもそもね、このコメントがおぬさんの目に留まったら不愉快に思うだろうなと考えて、そもそもこのコメントを消しておくべきでした。僕のね、間違いでした、これは。本当に申し訳ありません。まあ、一応ね、この方はブロックさせていただくんで、これでお許しください。そしてですね、もう一つ、まあ、おぬさんの、おぬさんのところのコメントにあった、これ。はい。まあ、正直、まあ、裏を返せば、まあ、長いんでね、省略すると、まあ、僕とか僕の信者がね、妬みとかで、ろくな努力もしない妬みとかでね、おぬーくんだとか、ジャンヌさんだとかをけなしている、ね、しょうもない奴らの妬みだよと、言われています。まあ、このコメントに関して本当にその通りだと思っていて、はい。本当に、まあ、僕の最近のね、動画も、まあ、いろいろ、まあ、自分でも思うところがやっぱりあって、はい。それでやっぱり、このコメントは結構聞きましたね。はい。まあ、そしてね、この、おぬさんとそのリスナーの方に面して、僕はしばらく、動画をね、休止させていただこうと思っています。はい。そうですね。まあ、これはけじめというか、はい。まあ、反省ですね。はい。まあ、僕のね、動画を楽しみにしてくれてた、まあ、数少ないですけども、その方々は本当に、まあ、僕のね、こんな、まあ、そんな結果に終わってしまって、本当にね、申し訳ありません。おぬさんとそのリスナーの方々にも申し訳ありません。とりあえず、こちら、今回のけじめとしては、まあ、今回の謝罪、および、そのコメントをした人のブロック、そして、僕の動画の休止です。はい。
これでどうかお許しください。お姉さんとそのリスナーの方々。はい、今回はどうも申し訳ありませんでした。失礼します。いやー疲れた。まあいつらいねえだろ。うん、おぬのやつとあのそのリスナーいないだろうもう。やっぱりね、マジで悪かったわ。謝罪ってのも本当に疲れるね。マジで悪いわ。まあね、こうやって僕のリスナーはね、最後まで動画見てくれると信じてたんでね、まあ、ここまでたどり着けたと思うけど、マジでリスは、うん、ここだけの話だみんな、ここだけの話、おねえとそのリスナーはもういないからさ、ここだけの話しとこや。いや、マジでなんか言ってたな、そういえば、おねえ、なんかね、動画、プロレスの動画遅れた理由、まあ、これ、これなんだけど、まあ、これ全部俺だわ、うん、全部俺。で、まあね、あと、なんださっきの、なんか このさ、こいつ、こいつ、ねえ、こいつへの、本音の返信は、うるせえしねえです。はい。うるせえこいつ。投げよ。もちろん投げ。なんだこいつ、はい。YouTube 活動で、ろくな努力。なんだ YouTube の活動で努力って、お前。みんな、内緒だぞ。言うなよ、みんな。みんな、さっき謝っときたから。いいんだよ、みんな、これ。気持ち悪いこいつな。うるせえしねえと、マジで。なんだこいつ。あと、なんだ、モヌー君。モヌー君もなんだよな、あれな。やっぱりね、なんか、そういえば、あれ、顔出してたな、モヌー君。みんな見た？あれ。ね、いつまでか顔出してたじゃん、モヌー君。いやなんか、つぶらな瞳したいな。人よりちょっと可愛いからって、調子乗ってる、あれ。な。お坊ちゃんみたいな顔してるわ、お坊ちゃんみたいな。でも、これ理由があってね、彼がお坊ちゃんみたいな顔してるのは理由があるんだよ、みんな。ここだけの話ではないでしょ、おぬーくんとかそのリスナーには言わないでな。あのね、あれなんですよ。僕がなんで今謝罪したかっていうと、やっぱり、おぬーくんって実は、もういいとこのお坊ちゃんで、YouTube の、役員とかとつながってんのね。だから、謝罪とかしておかないと消されるんだよ、俺。YouTube の動画とか。ね、あれでしょ？ジャンヌさんとかがさ、コラボしてんの、あれだよ。定期的にコラボしないと消されるんだよ、みんな。ワンピースでさ、あるじゃん。天竜人に支払う、天上金みたいな、そんな感じ。おぬーくんへ、ある程度の利益を与えないといけないの。俺ら、COD 民は。COD の役員とか、YouTube の役員とつながってっから、おぬーくん。これも、ガチガチガチ、これマジで。だからさ、一応今まで謝っといたけど、誰やな、権力ばっか使いやがってな。あと、あれだよ。なんか、あれじゃん。あれ、あいつあれだし、あれ、親がさ、親がイーロン・マスク、親がイーロン・マスクだし、おじいちゃんが、なんかマイク・タイソンで、おばあちゃんが、あれ、なんだっけ、あれで、ウザイン・ボルトだよ。だからやべえよ、あいつ。マジで。やべえやつだから、一応謝っといたからさ、みんな静かにしといてくれや。な、マジで。あいつのリスナー、お前、うるせえな、いい子ちゃんぶりやがってな。マジで。本当に。あと、さっきの何マンドリルとかいう、おぬーくんのことを、コメントをしてたやつ。一応ね、俺ブロックしたとか言ってたけど、ブロックしてないからさ、一応ね、おぬーくん、いや、おぬーさんへ、謝罪 DM とかした方がいいよ。真面目にこれ。真面目な話。一応俺はブロックしたから、許してくださいっていうふうに言ったけど、まあ、一応ね、お前本人からも、な、マンドリルを見てるか？あれ、お前本人からも言っといた方がいいよ、おぬーくんへ。やばいから、あいつ。夜道とかお前気をつけた方がいい、本当に。ね。あと何あ動画休止いや、しない。休止なんかしない。あいつらあれだよ。バカだからあれだよ。明日に忘れてるよ。あれバオミルン休止しないなんて思わない。忘れてる明日には。バカだからあいつら。みんな、あれでしょ内緒ですよ、これは。僕大好きだけど。あいつとそのリスナーにはね、言わんといてくれな。ということで、今回はね、これで終わりたいと思います。以上、またしよう。